信開始出た。うまい書いてる。よし。さあ時刻は12時を回りました。ディアズロックの時間です。こんばんは。こんばんは。さあこの番組もなんか入り方がもうこれが定着したね。そうですね。もう今までねこうやってね向こうのね、なんていうかなミキサーの前に座ってね、はい、こう曲を出してやってたけど。他の番組は全部そうなんですよね。うん、なんか最近もう曲を作り始めてもうこのスタイルに変わってきたね。でもこのスタイルまあいいかもしれない悪くないですよね。なんかあのタモリクラブみたいにさ都内某所みたいな感じでどこから始まるか分からへんみたいなね。ああいうの面白いね。こうもう何も考えずに、はい、ただ単にトークしてるような具合でできるから。さあそうやね。カメラ撮られてる感があまりないですね。撮られてるけどもう映ってるの全然意識してないからね。あの番組やってるのにそういう考えも失礼なかもしれないですよ ね。もう向こうのね、視聴者のことを全く考えてない。自分たちのね、自己満足でやってますから、本当に。そうですよね。まあ、それでね、時間が空いた、ね、と暇な人はこう、ね、見ながら。そうですね。うん。これほど、いけてますか、本当に。サウンドチェックもね、何もかも自分たちでそうなんですあかんのでね。これ、音がちゃんといけてる。どうですか、音いけてますか。一応ね、最近あんまり言ってなかったんですけど、うん、あのツイッターで、うん、シャープ D ならっていうふうに書いてハッシュタグハッシュタグねハッシュタグねはい入れるとハッシュタグをつけて、うん、つぶやくとあのこっちがあの一応気づけるような仕組みにはなってるんですよね。おそれで、まあ、リアルタイムにちょっと誰かのコメントとか見てみたりとか一応できるようになってるんで、最近僕ら全く見てなかったじゃないですか。それ来てる？いや来てないですよ。だって案内してないですもん。ちょっとまずね、あの視聴し方、聞き方、見方、はい、もう一回ねおさらいですけど、ね、過去の作品を見ることはできますが、今の放送を聞くためにはどこに入っていけばいいのかな？案内でかいかもしれない。番組視聴はこちらからって、うん、番組はねこれあの一応 Dear's Nara チャンネルっていう、まあうん、あの奈良の今を伝えるインターネット放送局からお届けしてるわけなんですが、はい、いけるやん。でもまあ、はい、配信してるのは今は Ustream を使って配信してるんですね。はい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 。だから Ustream のページに行かないとちょっと見れないんですけども、でもこれでいいわけでしょ。そうですそうです。見るのこれ見れないんですよ。なんで？あ、なんかアプリ入れやな。あのまあそれ選択すると多分ユーストリームのページに飛ぶかなんかになると思う。あ、飛ぶね。結局ユーストリームのページ。お、見れてるらしいですわ。え？今見れてるというメッセージが。ミカちゃん見てる？ミカちゃん。見てる。よかった。あれ？ありがとう。あれ？らしいですよ、はい。見れてるみたいですね。はい、あ、いけてるいけてる、はい、あのちゃんと見えてるみたいですね。放送中にねあのこうチェックすることないんで、はい、自分たちでチェックしないとダメです。そうそうね、これがちょっと、はい、あのスタッフ募集中です。そうなんです、はい、あのかわいいかわいい綺麗な、ね女性の方お待ちしてますんでね。お待ちしてますね。人もね、やっぱりこの24時からね。そうです。あの僕らおっさん2人にお付き合いいただける、はい、スタッフ、ボランティアですけど。いや絶対違うよ。番組が男ばっかりやけど、こう一人でも女性入ってきたら絶対変わるって。そうですよね。普通のテレビ番組でもこう二人で対談するような番組とかあるけど、うん、絶対にあのアナウンサーの女の人がいますもんね。そうそうそう。あの賑やかしっていうのかな。絶対入っては来ないですけど、うん、たまに何かちょっとだけ絡むみたいな、あのそうそうそう、何かあの紹介するとかね。そう。アシスタントでもいいから、こうね、いてるだけでもいいから絶対違うもん。うん、絶対清藤君のこのバロメーターも絶対これぐらい上がるやろ。まあまあ富雄さんでしょ。俺持ってこれぐらいだよ。いやいやだいぶいくよ。こんなんこんなぐらい。そら行くでしょ。行くよ絶対。もうちょっとテンション上げていかないと。さあテンションね、このテンション上げるために来てください、はい、さあフライング V を富雄健吾は。あのフライング V ちゃうよ、これキング V って言うねんけど。そうなんだ、細かいことはまあいいじゃないですか。フライング V はね、あのギブソンやフライング V とキング V はどう違う？キング V はね、ジャクソンやね。
もうメーカーが違うだけの感じです。そうそうそう。フライング V という登録商標。シールドめっちゃ引っかかってますよ。えらいところ回ってます。ね。まあこうやってこういう感じでゆるい感じでこう入っていくんですよね、導入がね。うん。え、なんか最後までまあゆるいですけどね。なんかねじれてる？どないなとね。まあ、今日は本音何するんですか？まあ進めましょう。曲作りやってます。何週ぐらいかだかな？だいぶ前からやってるな。そうなんですよ。曲作りをしてます。私たち。何の曲を作ってるかと。どんな曲かというと、奈良をテーマにした。はい。それほんまなんですか？そうなんですよ。奈良をテーマに。まだ未だに信じがたいですけど。歌詞がまだ作られてないけど、はい、歌詞はもちろん奈良のね、いろんな名所とか出したりね、名産出したり、しようかなと思ってます。で、歌う人っていうのはもちろんね、うん、やっぱり人気を出すためには注目してもらおうと思うとやっぱり女性の方、うん、ね、女性って言ってもね、年齢もいろいろありますけど、うん、年齢はもう制限しません、あえて今は、今はね、だって年齢制限したら絶対来いひんもん。いや今ね、とりあえず年齢制限とかもういう問題ですよ、前の問題ですよ、前の問題、以前の問題ね。だからアイドルグループをね作ろうかなと思ってます。ああ、もうこの曲を、この曲で、はい、もしそういう曲を富尾さんが作ってるんです、うん、マス今この番組の中 でアイドルユニットが生まれなかったら、はい、もうこれ出来上がった曲はもうルシャナに提供しようかなと、うん、なんか ルシャナをこう上から見てる感じ、あルシャナにあげろ、これ歌いいやみたいなね、あの仕方がないからルシャナにあげる、奈良のご当地アイドルにね、位置関係がどうやら上のような、もうもちろんそういうねも感じでいかんとやってられへんしね。なるほど。さあそういう曲を、まあ、富尾さんの、まあ、頭の中にある曲を、うん、今、まあ、形にしていってるわけですよね。そうやね、番組内で、うん、そうそうそう、そう、それまではこんな曲作りとかしてなかったんですよね。そうだからちゃんと番組前一応やってたんですよね、うん、でもやっぱり頭の中にいろんなメロディーとかが溜まって、うん、もんもんとしてたわけですよ。それがこうやって形になるっていうことで最近ね、すっきりしてます。あほんまによかった、ピンサロ行ったみたいな。あのね、24時過ぎてるからそんなに言ったら、もうそれぐらいのテンションでいかんとあかんねんって。あそうか、もうほんまね、すっきりした感じでね、最近は番組させてもらってますけども、でもなんか初めてちゃいますか、リアロックやって、うん、富尾さんがなんかすっきりとこうやっててよかったみたいな感じになってんの。なんかね、楽しい。よかった、はい、富尾さんが戻ってきてくれたの。さあ今日はどうしましょう、ね、はい、一回、まず曲聴きましょう。聴きますか、ね、今までのね、まあデモですけどね、デモ、うん、デモバージョン聴いてみましょう。はい、ちょっと待ってくださいね。じゃあこのね、パソコンの中にまあ録音してっていうわけですよ。それをちょっと今から流してみますね。これにいけるかな、みんな見れるみたいだね。間違った、あ、違う、ハプニングもいっぱい。消えた、
ここまで途中切れてましたけど、ね、どうなってるんですか。まあ、今1番ぐらいまでできてるんですよね、うん、で今 B メロのとこがあったんですけど、最初まあサビみたいなまず来て、うん、で、A メロ、B メロ、サビってまた来たんですけど、うん、B メロのギターの音が今ちょっと抜けてましたね。ベースも抜けたから消えてたわけじゃない、データ飛んだわけじゃないよね。ちょっと待ってね、今ちょっと探してみますね。あ、それそれそれ出た。あれ、ここベースも入れたはずないけど、ちょっと待ってください。 B メロ抜けたんで B メロだけ流しますね。いきます。あ、どこや、これ A メロやった。B メロのギターとベースがちょっと抜けてました。でね、 B メロちょっとね、ギターが強すぎる、弾きすぎやと思うので、う変えたかったんですが、 そうですよね、それって取り直しできます？取り直しはもちろんできます。 B のそれを消して新しく入れても大丈夫？あ、大丈夫ですよ。多分ね、どんなやったかな。ただそのマシンパワーがとにかく低くてですね、ちょっと頻繁に止まってしまったりするかもしれないんで、その辺はちょっとご了承ください。どうします？じゃあその B メロ、いきなり今から取り直す。 B メロどんなやつか、もう一回ちょっと聞かせてもらえますか。なんかちょっと頻繁にね、止まってしまう。あかん、やめよう。だめ、同じとこで止まってしまう。ちょっと待って、どう思います？ぶっちゃけ、あの B メロは弾きすぎ、はい、いや、ボーカルが今ないじゃないですか、うん、でボーカルを前ちらっとその案を富野さんがやってんのをやってたじゃないですか、ギターで言ってたかな。それがもうあのギターとほぼ一緒のメロディーやったと思ったんで、それやったら変えた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ボーカルのラインとギターのラインが全く一緒に被るから、そうそう、ちょっとギターを控えめにしたいなっていうのがあるね。だから同じになんねやったらちょっと変えた方がいいんじゃないかなと思いますけど、それもだからボーカル入れてから考えてもいいですし、めちゃめちゃリアルですねこの番組ね。うん、曲制作のリアルな現場をそのまま伝えてますから。 A メロをじゃあボーカルを入れてから考えてもいいですし、とりあえずこのままいきましょうか。全部入れないとちょっと分かんないところ。そうやね、全体像を見てからにしよう。早くボーカル入れたいですね。早くねボーカル入れたい、はい、そのためには早くあなた、はい、そこのあなた、ね、歌いに来てください。はい、待ってます。歌詞もねまだできてない、ね、この歌を歌いたいという人がいましたら、はい、歌詞もね募集中です。歌詞を募集。あ、そうなんや。案があればね。歌詞なかったんですか？うん、まだ作ってない。一部あるんで。奈良といえば何かっていうね、こういうなんかいろいろネタを上げてくれたら、もうそれを歌詞にしていくんで。歌詞を作る会とかも必要になりそうですね。いりますね。なんかなんとか叫ぶ詩人の会だったっけ、何だっけ。何なんかなそんなんかったっけ。そういう詩を作る会とか。詩を作る人ね、結構ね。それをじゃあ番組でやりましょう。ね。だから。ある1時間番組まるまる歌詞を作る時間、はいはい、1時間では多分ないけど、あと構成ってあるやんか、うん、いろんな今までヒット曲って日本の、ね、はい、歌謡曲でもあるやんか、
なんかそういう例えば昭和の歌でもいいから、はい、うんうん、一回こう YouTube、 あ、そっか、こう Ustream かけられへんねや。 YouTube ね、うん、YouTube 無理やもんな。この Ustream という放送は、はい、プロのアーティストとかの著作権持ってはる楽曲というのはこの番組で放送できないので、はいはい、ちょっとね、聞いていただけないんですよね。でもまあその A メロとか B メロとかその辺の構成とかは、まあ、有名な曲やったらまあ知ってる方は分かるやろし、そう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 、僕らがまあ歌いながらなんとなく言っても分かるんですけどね、うん、まあ、要は曲の構成をも考えることにダメですよね。今はとりあえず一番もあるワンコーラスやからサビ、A メロ、B メロ、サビみたいな構成で単純に言ってますけど、うん、まあ、要はその後どうするかってことですよね。だからこれ見てはる人で、ね、うん、こうしたらいいよとか、はい、あんなもいいよっていうアイデアあったら教えてほしいんですけども、僕ら双方向性がちょっとなかったですからね、うん、これまで今、300人ぐらい見てくれてるのかな、はい、もうそういうのやめましょう。どこ今どこにいるそういうの、そういう冗談みたいなのやめましょう。これ、はい、これこれ、そうです、そうです、310人ね、そういうのやめましょう。何人見てるかとかそんな関係ない、まあ、多分ね、これ見てる人ほんまにね、うん、かわいそうやなと思いますね。何がですか。いやいや、何がかわいそうなんですか。いや、こんな番組見るのにわざわざね、パソコン開いて、はい、スマホ開いてね、よう見てはんなと思うけど、めっちゃ面白いじゃないですかね。ミカちゃん見てる、ミカちゃん、エミコさん見てますか。誰ね。僕今日 Facebook でもつぶやきましたけど、はい、どうか片手間に見てください。そうそう、片手間に見ないでください、ね、こうね、お料理してる、お料理しひんか、こんな時間な。料理はしてる、まあ、包丁研いでる間とかさ、な。意味わからんけど、もうなんかとにかく何かしながらでいいですよ。旦那さんとね、営み中でもいいですよ。営み中にどうぞとか。いやいや、それはあかん。それはあかん。いいやろ。それはもうそっちに集中してほしい。営み中の音楽作ったるで、俺が。そんなんできるんですか。次の曲はじゃあそれで。じゃあそれで。来年の曲みたいな。えへって。えへって。この曲も今年中にできるかどうかわからないらしいんで。そうや、ちょっと危ういね。多分無理やろみたいなこと言ってる。まず危ういね。こんな調子でやってた。当初はね、年末ぐらいにね、うん、出来上がってみんなに公開しようかなと思ってたんですけど、うん、このペースでは無理ね。このペースじゃ。まだ今日、1回聴いただけですからね。それでもう20分経ってますから。先週ぐらいからちょっと行き詰まってるんですよ。新しい風が欲しいなという。ほんまや。で、大橋さんも来てくれてね、うん、出てくれたんやけど、大して何も仕事してくれへんかったから。ひどい言われよう。ね、差し入れの紅茶は美味しかったですけどね。大橋さんね、世界の大橋ね、水曜日の番組されてる方です。そうです、はい、音楽家やから、ね、ディアナのチャンネルって他の番組もあるんで、うん、他の番組の人も、まあ、たまに遊びに来てくれたりね、するんですよ。というわけで水曜日のビヨンワールドもよろしくお願いします。何の番宣や。他の番組の、他の番組の横のつながりね、横のつながり大事でしょ、大事なのがね、こんなつながり大事にしてるのディアズロックだけちゃうか。そんまやな。どうやろ、どうやろ、他の番組ディアズロック宣伝してるか。ディアズロックのこともたまには言ってくれよな。そうやろ、忘れてあかんぞ、俺らのこと。この番組が火曜日はやってるってこと、うん、火曜日は一つの番組がないわけじゃないからな。火曜日は休みちゃうぞ。ちょっと他の曜日は複数の番組で盛り上がってるね。盛り上がってます。特に金曜日、知らんけど金曜日一番多いかな。そうですね、ね、金曜日はニコ生でみたいな感じですね。ユーストリームとニコ生両方やってるんですよね。ディアズナチャンネルはニコ生の番組が金曜日はもう閉めてまして、ね、まあそれそれぞれの番曜日がカラーがあるわけですけど、火曜日はもうこのディアズロックだけと。夜の12時からビヨンワールド、なんか火曜日に入っていこうかなとか、なんかボソッと言ってましたね、大橋さん。そうやね、入ってきたらええのにね。え、ぜひ仲間に音楽勢みたいな感じで。それも富野さんもメタリカ弾くわ。これ弾いたらあかんのじゃん。それはいいんじゃないですか。いいんですね。はい、でメタリカって言うてもうたらあかんかったからね。メタリスです、メタリス。なんやそれ。メガですと、俺が最初に初めて結成したバンドの名前がメタリス。まあそれはいいね。一体何の番組やねん。多分ね、不思議に思ってはる人がたくさんいてはると思う。メガですこう混ぜたもんね。そうっす。
ね、でもそれでメタですです。いや、もういいと思いますよ。引っ張るなという合図が出ました。で引っ張るな合図なんですが、行き詰まっております、はい、そうなんですよ。行き詰まってる。歌謡曲にしたいね、やっぱり。歌謡曲でも結構なんかロックな感じしますよ。だからこれね、 B メロなんかなんかタッチみたいな感じしますけど、ちょっと今のところ B メロ、ここダララッダララッタとか、なんかあのタッチみたいな感じなんです。僕のイメージはそんな感じなんですけど、だからいいんですよ。だからいいんですよ。だからタッチもね、人気曲じゃないですか。いや、だからいいと思いますよ、この雰囲気はね、うん、曲自体はね、結構ね、いいと思う。いい感じになんか進んでるんです、ね、このまんまの感じで。どうする今は。とにかく歌が足りないんですよ。1番と2番もくっつける今日。えどういうことですか。1 番, 1番も2番も同じやんかな、はい、中身は、はい、1番出来上がってるやん、はい、だからあとは1番と2番くっつけて。いやでも、はい、それやってもただ単にこれが2倍になるだけの話じゃないですか。いや、なんかそう通して聞けるやん、はい、いやもう聞きますけど、あここまで出来たんやっていう、なんかこの達成感がちょっとでもそうっすか。じゃあ、いやあとは僕それよりもあとはギターソロやなみたいな、あの1番をちゃんとこう完成させる方が達成感が生まれる。何が足りひんかな、もう一回歌ですよ。だから歌歌どうする。歌だからメロディーだけでもあるんやったら、うん、あメロディーもあるよ、出来上がってんねんけど。でギターで何か入れてたんでしたっけ今。ギター入ってました、ね、ギターでやるとね、ほんとね、イメージが違うイメージになってしまうね。そうそうそう、なんか一応入れたよ。てかそこはやっぱりもう、なんていうの、あの若い女の子の声が一番いいねんけどね、うん、でも歌詞って今できないですか。だからといっても歌詞もできないし、できてないし、うん、難しいな、どうしたんやろ。ほんまや、行き詰まってるやろ。気づいた。これ行き詰まってる。行き詰まってんねんけどこれ。え、結構なんか楽しくやるけど、歌詞ってこれやもん。あ、入れてんの。今のね、ギターでちょっと高い音になった。ララ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 ラ結構時間ギリギリまで咲いて、うん、だからそこは役立った方がいいんじゃないですか。ギターで撮る？キーボード持ってこようか。うちのキーボードで撮ってみた方が弾きやすいかなと思ったりもするんだけどね、はい、いやキーボードで撮れないとここでもできますよ、うん、これ一応鍵盤やし。マジでできるんですよ。なんか A メロね。なんか一部でなんかゴーストライダーに書いてもらったんちゃうかっていう意見が来てるんですけど、決してそんなことないです。ちゃんとボーカルのメロディー入ってる。頑張って入れてないですか。入れてる。先週ね。ね。入れてますね。頑張って弾いてるじゃないですか。弾けてますね。はい。じゃああとは歌詞を作ろう。そうなるんかなやっぱり。とりあえず歌詞作りましょう。なんかできることからやっていったらええんちゃうかな。はい、だから一番だけでもね。一番だけっていうかまずはあのサビやね。ボーカルを募集するって言ってもそれがないと。なんともで言えないでしょ、まあ、誘うこともできないし、うん、まあちょっと知り合いにね、はい、声かけてみたんですけど、ほうほう、歌ってくれないかって、中年でもええかなっていう意見をもらってるんですよ。中年に声かけたってことですか。そうです。中年じゃないかな。中年って言ったら怒られるけど、まあ、でも中年言うてもてるから放送してもてますけど、どう、はい、ってやってみるって、まあ、ちょっとノリで言ってみたら、はい、やるって言ってました。え、歌を
お、じゃあいいじゃないですか。やりますよね。やりますよね。いや、その、それ、例えば仮でもいいですか。仮でも。もう結構本気でやりたいですか。いや、分からへん。ここ来れるか分からへん。遠い方。遠いところに。いや、だってこれね。いやでもね、じゃあ今日はボーカルレコーディングしますみたいな回を、いやでもね、それね、思ったら、うん、その若い子をね、募集して集めて、うん、3人、5人、4、5人でこう歌ってもらっても、うん、奈良にはもうご当地アイドルルシャナっていうのがいるんですよ。だから、ね、あえて同じ土俵に立たないで、はい、そういう路線で行くのもありかなと、はい、いやいや、そもそもあの5人でアイドルとか言ってたのは富雄さんですから、うん、僕はもともとそんなイメージなかったし、富雄さんがそうしたいからやってるから、ね、いろいろコロコロ変わるんでね、それをまあそうさ、あのなんていうの、10年あ、10年とか言ってたな、なんか誰か、どなたか、あなたも10、あなたも10年じゃないですか。そうですね、はい、だから富雄さんが焼いたようにでいいですよ、僕は。まあまあ歌いたい人がね、女の人をボっていうのは変わらないんであれば、うん、え、女性ですよね。女性です。ただ音程さえ外さんかったら誰でもええねん。あとはもうこっちがこうやって歌ってって言ってその通り歌ってくれたらいいしね、いいじゃないですか。もうじゃあその C をとりあえずまあ作って、 C 作ろう。でそれを次もう そこまでできた後でじゃあボーカルレコーディングをこの番組内でやってもらう感じにします。そうだね、1時間の番組の中で30分は歌詞作りで30分音楽作りとかいうね、おうことをやっても、え、歌詞作るのもこれ番組内でやるんですか。そうだね、それなかなかチャレンジャーですね。僕はちょっと無理ですよ。ある意見があってね、はい、一人誰か作詞してくれる人がもう完全に作詞してくれて、はい、それはあとは歌うだけでいいんじゃないかという、はい、そんなこれ番組見ながら意見来るんですか。でもね、それをするとね、著作権っていうのが発生するんですよね。歌詞を作った人に印税が入ってしまうんですよ。そこは僕が作ったことにしてもらうと僕に印税が入ってこないでしょ。その心配早すぎ、早すぎで、もうこれそもそも放送してる時点でね、もうパクられたら怖いなっていうのが、ね、もしかしたら東京とかで見てはってもすぐ東京でもう今からこれ音楽作ってレコーディングしようってなってたらもうやばいよ、ね、なんか当初から富野さん言うてますけど、いや結構これいい曲やって、そんな心配いらないですね。まずこれ今いけてんのかな、それじゃだいぶいけてるみたいです。え、放送はうまいこと言ってる。あ、そうですか。ちゃんと見れてます。見れてるみたい。とにかくその心配がすごいあるんですよね。もうそれはもうすごい大丈夫みたいで。なるほど。じゃあこの番組内で詩を作る。詩の作り方ね。僕曲とかまあ作ってきましたけど、詩とかあんまり考えないもんで、そういうの全然ないんですけど。富野さんは何ですか、ある程度はあるとかあるんですか。歌詞、この特にサビ、あ、サビはね、こだわりがあって、はい、やっぱ奈良ですから、はい、あなたと奈良っていう奈良、はい、あなたと奈良の奈良と奈良県の奈良をかけるところね、はいはいはい、ベタやなと思ってるやろ。いやいや全然思ってない。ベタやなと思ってるやろ。いやいや、それは全体的な雰囲気で何もでもこう良くなりますんで、はい、まあ、みんながそのベタさっていうのは奈良らしさでもあると思うんですよ、はい、ベタベタ、ね、奈良ってこうベタな感じちょっとあるじゃないですか、はい、盛り上げ方もベタなとこがあるし、観光も まあ、ベタなとこあるし、大仏ってもう大仏もベタベタやもん。鹿ベタベタやもんね。そうそう、まあ、そんなんでいいと思うねんけどね。奈良って言われたら鹿ぐらいのベタさ加減が奈良にはあると思うんで、そうそう、だからそういうノリでいいと思いますよ。ね、子供からお年寄りまで歌ってもらえる、うん、ね、もっと言ったらその辺のね、スーパーとかでもね、うんうん、スーパーでもかかってるぐらいのそんな曲にしたいなと思いますけど。ちょっとじゃあ、あなたとなら、はい、私とならみたいなね、それはいいと思います。は作りたいんです、入れたいんですよね、はい、だから私となら何ができるのみたいな、そこがちょっとまだね、うん、あ、もうやりたいなって思うし、そこだけですか、まだ。
あなたとサビを渡したら、まあまあ A メロなんて言ったらね、いろいろあるけど。なるほどね。タタタタタマントーロでもええじゃん。ああなるほどね。あそういうとか。あのなんかテレビの番組で奈良のタレントで女の人いて、名前何やったっけな。奈良のタレントで一応アイドルっぽい人たくさんいるよ。その人がアイドル言うたらカゴちゃんちゃん。いやカゴちゃんじゃないですけど。誰やったか忘れましたけど。女優さんもいるし、ね、女優さんやと思います。女優さん、アイドルか女優か、誰若い人で、意識？あれ女優やな。まあまあその人はまあいいんですけど、そういうか、まあ、人がいて、番組でちょっと前結構替え歌がブームになってたじゃないですか、うん、番組で、うん、あのもうそのテレビで、替え歌えたもん。カモン達夫しか出てこないんだけど。いやそこまで古い替え歌じゃなくて、それはもうあの第一次替え歌ブームですけど。はいはいはい。あのあれでしょ、え、替え歌メドレーのことでしょ。替え歌なあ、あったかな。チャラリー花が、あ、違う、それそれ、これ違います。これは替え歌でもなんでもないやつ。替え歌、あのね、ありましたありました。その第一次替え歌ブームではなくて、うん、なんかさんまのからくりテレビとかで、ああいた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 、替え歌したりとか。あれ素人が歌ってるんじゃん。でもあのああいう感じの他の番組でもなんか結構やったりとか、うんうんうん、あのあれでも完全に 100% お笑いやん。笑い取るための歌詞やん。そういうで、その奈良のタレントが、あ、その奈良のことをあのある曲に乗せて替え歌してるやつがすごい、あのもうちゃんと作られてて、あ、そうっていう曲をやってたんですよ、うん、それが多分今富野さんが思ってるのに近いんやと思う。そうなん、替え歌なん。あのいや、この曲はまあそうです、まあまあ、その C の作り方 が、ね、あの奈良のそれなんかで出せんの、 YouTube でし後追いできひんのかな。いや、できると思うんですけど、ちょっとこの番組内では難しいかもしれないなと思って。それね、仕込み時間にちょっと見とこうか、はい、そうなんかあったんですよ。要はそういうあの奈良のマントーロとかね、鹿とか、その奈良の言葉をどんどん散りばめるわけですよね、うん、その歌詞を作る、うんうん、要は時間をちゃんとまあ用意して設けた方がいいかもしれない。今日のこの後半とかはちょっと無理やと思うんですよ、うん、だから放送以外の時間にキーワードだけいっぱい集めとこう、はい、あ、それいいですね。でそれをモチーフを集めて、うんうん、ここで箇条書きでいいやん、はい、なんとかなんとかホワイトボードみたいな用意して、法隆寺とか、なんとかなんとか若草山とか、うん、なんとかなんとかなんとか、万灯籠の先みたいな、はい、そういうふうな感じで、なんていうの、体言、体言ってまたこれ国語の問題やけど、はい、名詞で終わるような歌詞にしていった方が楽かもしれないね、はい、難しい言葉出てた、体言ね、体言止めって言うんだけどね。ああ、言いました、体言止め、言いました、国語で習ったよ、体言止めって言って習わんかった、習った、はい、体言止め、うん、さすが、さすが、さすが教師、教師じゃない教師じゃないか、講師、あの、気講師、気講師、何言うてねん、気講師はもうバレンタインだけど、気講師の気はあれですよ、気をてらうの気やからね。ああ、そっちね、気講師ですから、バレンタインの方じゃなくて、違います、ロビーバレンタインじゃないですよ、あっちじゃないです音速の気講師でもないですから ね、そういう時間は設けましょうよ、うん、だからホワイトボードみたいなやつもこう用意して、ね、まあ、なかったらでかい紙とかでもいいと思うんですけど、それね、それやとちょっと小さすぎると思うんですよね。ホワイトボードあるじゃん。これちょっと小さすぎる。ちっちゃいね。ここにその単語をこう散りばめてとかっていうのもなかなかちょっと難しくて。見えへんもんな、これ。できればもっと大きい紙が、うん、紙か用意して、できたらいいなと思うんですけど。で、それで僕らと、もうあの視聴者にも、もう1週間ぐらい前から、あの来週はもうこういう C を考える回にするんで、うん、ぜひ参加してくださいっていう。もう決まり、来週はもうギターしません。歌詞を作ります。来週じゃあ、ね、それに行きましょう。行きましょう。で、告知もしといて。で、できたらアシスタント欲しいな。うん。ね、言った言葉をこう、書いてくれる人欲しいな。ほんまですね。もう来週だけでいいんで。来週だけ誰か来てくれへんかな。ぜひお願いしたい。ね、こんな時間空いてる人、はい、
夜のねえからやぶなろうかな。でも奈良の人じゃなくてもいいですよ。まあまあいいですよ、奈良県泊まる場所やとなんかどっか確保します。福井県のあなたでもいいですよ。福井県のあなた福井県遠せめて大阪とかやと思った。いやいや遠いな、福井県遠いですね、うん、福井県から来てくれる人がおられたらそれちょっと本気度が、ね、なんかもう泊まっていったらここ泊まれるし、こっちもすごい本気にならないと。あ、上泊まれるやんあのカラオケスペースのちゃんとソファーもあったりし、ね、ちょっとお願いし、ぜひともお願いしてみて、はい、宿泊費ゼロゼロいや、いけるかな。さまあね、でその C を作ると Okay. いう会を設けるということで、来週はまさにじゃあ決めましょう。でもだから A メロ、B メロ、サビ、はい、あるやん。サビはまあ使い回しやん、歌詞は、はい、A メロ、B メロを作るのにあたって、なんか行が4行ずつあるとかさ、はい、そんなん決めとかんで、ね、今いいか。そういうのじゃあ今からしてみます。だからメロディー的にどんなんやったっけ、これサビね、これサビ、あなたとなら、私とならっていうのもね、まあまあ同じ感じが2回ありまして、法隆寺やろ、うん、やめようね、タタ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 、その法隆寺についての歌詞ね、うんうん、で、タタタタタ最大寺度、あだだだだ、最大値ね、主要駅じゃないですか、ね、京都線、橿原線、奈良線、大阪線全部がつながるあの最大値ですよね、はい、で、次から B メロなのね、なるほどね、だらだらだ、 A メロはじゃあそのなんかそういう大変な目でっていうか今思ってんけど、はい、お寺ソングにしよう、全部お寺にしようや法隆寺、最大寺、寺とか好きですもんね、寺大好き、お寺大好き、はい、東大寺もあるし、大安寺もあるしね、奈良にはね、たくさんある。大安寺ちょっとあの、海流王子とか難しい、はい、海流王子、ちょっとね、語呂は合わへん。海流王子どこでしたっけ。海流王子知らんの。海流王子の十一面観音めちゃくちゃええよ。いや、僕最近海流王子となんか変わったんですけどね。あのね、法華寺っていうお寺があるじゃないですか、法華寺、あの一条高校の、はい、思い出した、海流王子行きました。行ったでしょ最近。行った、あのね、十一面観音がめちゃくちゃかっこええ、はい、綺麗、ね、法蓮町の方ですよ、ね、そうそう、法蓮町か、まあ、一条高校の方もうちょっと抜けて、平城宮跡の間ですよね、そうそうそう、はいはい、で、法華寺と並んで一緒に、法華寺の横にあるところですね、僕行きました、最近、行ったそれ最近行ったのに忘れてる、なんか名前が、いやもう、あの途中に車通ってて、なんかお寺あんなと思ってて、行こうかって言って、乗りで行っただけなんで、あその名前とか全然気にしない。あそこのね、あの住職さんがまた面白い人でね、池住っていうねんか、イケてる住職やねん。で、それに誰が命名したか言ったら、かの、 あの有名なイラストレーターの三浦淳が、はい、まあ、友達やね、三浦淳さんが池住って言われて、海流王子そんな有名なんすごい有名です、うん、でも、なんか書いてることは確か、なんかすごいなと思ってましたけど、うん、まあいいとこですよ、由緒ある静かなとこ、あんなね、道路があるとこで、あの中静かやからね、あそこね、入っていったらね、そうそうそう、すごい静かな、ずっとすごい長いこう、ね、通路っていうか通りになってて、いいとこです。何の話やねこれ、はい、ディアーズロックやで。じゃあ寺の、寺ソングいいかもしれない、奈良の寺、それをあえてそういう寺とか古臭い、じじくさい歌詞を、はいはい、キャピキャピのアイドルが歌うっていうの、これは面白いかもしれない。なるほどね。いや、それは面白いかもしれない。意外とこう、若い人たちにもお寺ブームっていうのがまた再燃するかもしれないよね。はいはいはい。そういう風にいきます？いや、それいいじゃないですか。最大寺とか、法隆寺とは何ある？じゃあもう、あの、それやったら、あのその辺は考えそうですね、今でも。そうやね。とりあえずお寺へ行こうか。そうしよう。で、あのお寺にはそれぞれのね、重要文化財とか国宝という、あの、まあ、仏像がいるわけで、はい、だからなんとかなんとかの法隆寺で、ここで仏像の説明入れると、うんうん、ね、なるほどね、そういう作りでやった方がすごい短い単語でちょっと作られる、ね、そう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 、うん、じゃあそのなんか今一応案が出るし、うん、A メロからいきます。なんかお寺、それ言ったら A メロだけで2つのお寺が出てくるわけね、はい、それが1番、2番、3番とあれば全部で6個お寺集めたらやるだけでしょ。
そうですね、単純計算単純計算6個言えばで、はい、B メロに関してはどうなるか、 B メロもお寺かって言ったらそこはちょっと違う、うん、B メロはお寺を集めるんじゃなくて、はい、もうなんていうかな、若草山とか、あ、じゃあもうこの曲自体を寺で収めるつもりはない？はない。A メロだけお寺で集めるとか。一番は寺。B メロは、猿沢池とか。2番でしょ。あ、2番か。B メロ。あ、2番？そうする。B メロはそういうのに。そうしようか。2番にしようか。だから1番は、なんか言うてますね。なんかいっぱい言うてますけど。なんか急になんか言うてる。あ、なんか 見れへんて。なんで？あら、なんか…なんか、なったか？ね、消えてもてるもしかして。何が切れた？あれでも…見えてますよ。こっちでは一応見えてますね。うん、見えてますか？見えてますか？ねえ、これね、ネットの放送やからね、お回線がちょっとおかしくなると、見えなかったりもするんですけどね。なんかおかしいなってるな。なんか…お、コナ回ってるけどいいんかな。あ、ほんとや。止まってるよ。いや、こう止まってはないですよ。なんでなんで。こっちでも見えてる。見えてる。まあ、はい。いや、ほんま見れなかったらすいません。なるほど。まあ、でもこれね、この放送一応、ちょっとしばらくしたら YouTube にもアップするんで、YouTube にも。なんでまあ、今日見れなかったらそっちで見てもらって。なんとかしてって言われても、ね、これね、あれ何が悪い？どう見れないですか？急に繋がらへんみたい。こうプチプチ止まるのかな？丸マークずっと出たままって、あの丸マークってこの黒い、あのなんかあれいやらしいマークなんちゃう？はいはいはい。いやらしいマークが真ん中にこう回ってらっしゃいます。ディアーズロックだけなんか妨害されてるとか。あーかもね。なんか俺さっきいやらしいこと言ったから。え？あ、なんかこっちにも見てますよっていうメッセージが。あ、ほんまですか。これそもそもね、メッセージをまあ個人で受け取るとかいう、もうこの仕組み自体がもうおかしい、ね、プライベートすぎるんですけどねえ、これだからちゃんと集約しゃなあかんねんけど、まあ本当はリアルタイムで、こうメッセージをコメントとか受け取れるような仕組みをちゃんとしないとダメですよね。一応ツイッターでシャープ D ならをつけてつぶやいたら、こっちでまあ見れるようにはなってるんですけど、そうね、これまあオープンなんでどうなんですかね。ユーストリームの方にもソーシャルストリームっていう機能があって、ここにまあここにコメントを受け取ったりできるんですけど、まあいいか。さて、だ曲をまあこう作るにあたって、今でもじゃあ見れてるってことですね。見れてるって、あの僕の友達が言ってる。待機中マークらしい。それはね、あのほんまに F5 かなんか押して、あ、見えてないからな。F5? F5 キーかなんか押して、あの F5 って押したらいいの？ページを読み込み直したりとかしたら、あ、そうなんや。いいかもしれないですけど。いや、わかんないですよ。Ustream のアプリやったら、もうそのアプリ行ったらまあ、他のページに飛んでもう一回見てみるとか。もうすごく後ろの間にもう45分という。来週はじゃあ塩作ろう。はい。でっていうか、もうかれこれ45分、で今のまあ話をまとめると、まとまってないな。C は、サビは、あなたとなら私とならって言葉を入れる。これも決まりね。うん。ならを、ならの歌にしたいので。というかもう放送そっちのけになってるし。で、A メロは、僕ちゃんとやってますよ。ああ、そうです。やってるつもりでやってますよ。はいはい。A メロは、一番の A メロは、うん、テラで攻める。テラでいきましょう。でもう何のテラにするかっていうと、いやもうちょっと待って、ちょっと待って、どうする？1番をテラにする、2番は観光名所、3番はまた違うっていうや
な。じゃあ A メロも B メロもテロのことを言う感じですかね。そう、 A メロだけで多分いいんだ。でいいやんな。まあ B メロは何言える、サイダイジーとかしよう。じゃあその感じ、体現止めでいくのは、A メロにして、して B メロはどうする、どんなメロディーか。 B メロは、B メロまた流しましょうか。しょっちゅうこう流してね。違う、これが B メロですわ。うん、今のが B メロ。そう、タララッタララッタッタダダッタダダッタ、これなんかタッ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 タダッタってやってますよ。タラタラタ博多の塩みたいな ね、 ね、そういう感じ、そういう感じ、うん、そういう感じで奈良、あの奈良って言ったら何、そういうね、見はそうね、クレタケペンやちゃう、好きだよな。奈良といえば、はい、あなたなら何が、あなたならとか言う、奈良の名産ね、名産、ね、奈良の名産も入れましょうよ。いいやん、 B メロはじゃあ食べ物でいきます。アスカルビーやろ、ルビールビーアスカルビーさ、人のメロディーからパクったらな、メロディーからパクったらダメです、あかんね、はい、何やろ、うん、奈良といえば奈良漬け、はい、あんま俺嫌いやけどね、僕もあんま食べたことない、奈良漬けあんまり好きちゃう。奈良漬けってもう最近メジャーじゃないんかな、この言うたら誰か、お前いろんなもんつけてはるけどね、ね、ああ、それ言うたらあかんけど、なんか奈良漬けを使っていろんなね、やつを瓶に詰めて売ってあります、ね、奈良漬けは今でもこうメジャーだから、そう、奈良漬けはいいですよ、本当に、うんうん、俺嫌いやけどなって俺嫌いやけどなって言った、いや、いいですよ、本当に奈良漬けは、はい、じゃあ、奈良漬け、三輪そうめん、あと何ある、じゃあ、A メロは柿の葉寿司や、柿の葉寿司ね、北部ばっかり見てたらあかんねん、もっと南部の方にも、ひたすらもう奈良の紹介ばっかりするシーンに、観光大使にならなあかんねん俺ら、サビは、まあ、なんかあなたとなら私ならと来て、まあ何かあって、で A メロはもう寺とかそういう、場所のこう奈良の有名な場所をこう説明して、うん、B メロは名産品とか何かを入れて、うん、で、サビでまた戻ってくるということは、2番も同じように寺行って名産品、いや、もう別にいいじゃないですか、1番の A メロを寺だけにしてもいいし、寺はもっと紹介したいんやったら2番の A メロを寺にしていいし、そしたらもし ないんやったらもっと他の鹿とか、奈良の奈良で、ご紹介したこと何ですか、他に、あの自然やね、その若草山とか猿沢池とか、うん、ね、そういう場所のこと、耳なし山とか、うんうん、ね、甘かしの丘とかいろいろあるじゃないですか、うん、結構南行ってくれるんですね、亀石とか、ね、猿石とか、はいはい、もう南あの辺は飛鳥まで行ってくれるんです、飛鳥村ね、うん、いや、もう全域の吉野川でもいいよ、なるほどね、ね、場所ね、もうなんかゴロゴロ水でもいい、どこまででもいいよ、ちょっと南ばっかりじゃないすぎて、天下村で、じゃあ2番は、うん、2番3番はそれか、南の方行きましょうか、エリアで分けるとかな、いやだから1番はあの北の方とかですか、で2番は中部、はい、3番は南部とかですね、なるほどとかやってもいいし、でもね、それ言うとね、あの僕ね欲張りなんで、はい、もうたくさん詰め込みたくなってしまうよね、うんうん、ね、もうある程度こう、まあ、つかなくなったらダメですけど、でもまあブレインストーミングって要はまずはこんなもん感じなんで、うん、とにかく意見を出してあって、で後でそれをまあ整理するっていう感じ、うん、だからどんどん意見は出していいんじゃないですか、出していきましょうか、というわけで意見言っても俺らのなんかね、例えば1番2番3番をそれぞれエリアで分けるみたいな、うん、あ、奈良って言ったら金魚やろっていう意見が来ました、氷山、ね、忘れてました、ごめんなさい、金魚金魚、そうなんですね、太郎ちゃんとかいいかもしれないね、奈良といえば金魚っていうのがあるんですか、金魚金魚これな、あのすぐに死にできそうですね、いいですね、金魚金魚忘れてた、なんかすぐにできそうな気がしてきた、なんかあの今週末かな、金魚すくい大会とか言ってた、あー氷山、あー、あの結構有名なそれイベントじゃないですか、そうや、
全国大会はね、とか、ね、全国から来るんですよね、猛者たちが、金魚すくいの猛者たちが来るんじゃないですか。猛者、猛者って何？金魚すくいのもう得意な人たちが、あ、強い人たち、はい、あ、くるくる。でもあれ誰でもエントリーできるのじゃん、結構そういうイベントが、じゃあ、で来週、来週ということで行きましょう。金魚ね、金魚ね。でもそういう単語、あ、入れてんのこれ。単語もちょっとじゃあメモしてんのこれ。いや今はとりあえず。おお、入れて入れて。サビとか言おうかなと思って。初期係やで、頼むで。金魚やろ。しますわ。初めてディアスナーで初めてはこういうの。うん、何やろうかなと。ね、まずテラーを攻めると。で、まあ富代川入れてほしいな。ちょこっと俺の名前も入れてほしい。富代川という川はあるの？あるやん、富代川。あるんですか？あるよ。あ、そうか。あれ、奈良県民ですか？あ、僕はあんま北の方のこと知らないですよ。あ、そうなんや。南担当やもんな。あ、富代って富代高校とか地域あるじゃないですか。はい。いや、それは知ってるんですけど、あ、その辺に富代川ってあるんですか？そうそうそう。あ、そうなんや。富代っていうその駅は知ってますけど。富代山もあんねんね。ああ、じゃあ富代川入れたり。富代山。え、どっち見ます？富代山。富代山、そんなんないで。ないんかいな。じゃあ、あるもの入れよう。そんな川いらんって言われましたけどね。じゃあ例えばその富山を入れるとして、そこにつくあの形容詞。いや、もうええで。あるもういいで、あの引っ張らんで。引っ張らんで。富山はもういいです、却下。え、あるんでしょ。いや、あるけど、あんまりそんなに大した川ちゃうんだ。あ、そうだよ。却下、却下。それも分からんから、ちょっとそのどれぐらいの本気かなんか分からんから言うて。まあまあまあ、大和川大きいよな。大和川大きいでしょ。でも、あれでしょ、全国でもワースト1に争うんでしょ、大和川って。あの、汚さで。なんかそれ聞いたことある。それ入れようや。それ聞いたことある。そんなの汚いね、大和川とかどう？ネガティブなやつもあかんのか。そう、いいこと言わないかな。いや、でも、まあそれはそれで面白いかもしれない。そうやな。汚いね、大和川。あかんあかん、入れた。あかんあかんあかん。あ、これメモなんていいんだよ。それはあかんか、ね、でもまあ一応入れときますわ。ね、なるほどね。うん、あと何やろ。そういう場所を入れとかね。で、1番で例えば、北の方のエリアのことを言って、うん、その分け方でもあの綺麗に分かれるかもしれないですよ ね。2番で中部。中部って言ったら、中部って言ったら、ああ夏休みね。カシャラ。え、カシャラとかアスカとかかな。え、流すなよ。中部カシハラとか桜井とか、それか、はい、もうこれね、ちょっともう方向が180度ひっくり返るけど、はい、これしよう。万葉集ってあるやんか、はい、万葉集歌おう。え、どういうこと？もう歌詞をパクロ。どういうこと？万葉集とか百人一首とかあるやん。何ですか？決まった言葉。いや、もう歌足引きのとかですか？そうそうそう、歌あるやん、昔の歌人が歌った有名な歌、はいはい、あれをもうここに入れよう。じゃあ俺ら考える必要ないやん。奈良のことをもう歌ってる人がすでにいるわけやん、はい、それを今のこのメロディーに乗せて歌うねん。なるほどね。著作権かからへんやん。だってあの人たちその印税入るとか気にしてないやん、死んでるし。いや、それはね、いいんですけど。それでいこうや。いやいや、それは朝ぼら系とかいこうや。あの、ちょっと入れるぐらいやったらいいですけど、そればっかりやったら、すごいしょうもない曲になりますよ。しょうもないか。それはだってパクりすぎでしょ。それを現代語に戻すとか。そのね、やっぱり万葉集のね、歌って難しいでしょ、はいはい、それを今風の言葉に直して歌詞にするとかね。いや、それはそれで伝わるかどうか。好きやねんとかね、あの、お前を抱きたいとかいう言葉絶対出へんやん、万葉集って、はい、それをあえて現代風にしたらね、分かりやすい。ああ、それはまあオリジナリティがあっていいんじゃないですか。いや、それでいこう、うん、ちょっと万葉集を今度あの図書館で借りていきます、はい、で、それで現代語訳して歌ってみようか。ほう、万葉集の意味とか書いてますもんね。書いてるもんね。それで言ったら、でもそれはそれちょっと欲張りすぎて、あの、そんなに語数がないと思うんですよ。ああ、そうやね。ちょっとそしたらね、この曲には合わへんと思うわ。もうちょっとあのダラダラした感じのスローなテンポの、はい、曲をまた作りましょう、来年。その時にはそのバージョンでいこう。まあまあ、それはそれで今回には多分この内容は入らへんと思うので、はい、OKOK、 次の曲かな。この曲はあの、その
何でしょう、寺とか五六山とか金魚とか、うん、そういうものを単語をこう奈良のこう単語を入れてそれをちょっと説明する部分を最初にまあ入ってするわけですよね、うん、A メロやったらそれでも結構 A メロだけでもすぐ埋まると思うんですよ、うん、タタ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 タたくさん入れてもいいですけど、たほんまやな。だから5文字で説明するやつを、まあ、考えるわけですよ。おちょっとぐらい多くても構わないですけど、5から15文字ぐらい。最大事、東大寺ちょっとそれやったら、もうあの名前ばっかりになるって、体言止めって言ってないで名詞ばっかりなんて、もう何にもあの順番もいい感じの順番でやったらそれで OK みたいな曲になってしまうんで。大和三山どうですかっていう意見来ました。大和三山でもね、あの2番にチューブのチューブの方でどこで入れたらいいんですよね。あの、あー夏休みとかねソロチューブちゃうわ2回目やっちゅう。最近2回言うの流行ってんねん、うちわでちょっと、まあ、うちあの家で、いや、家じゃない、歩くいやいや、その大和三山ね、僕もだから、僕貨車らしなんで、さっきのあの最大寺、東大寺、採用ってきました。採用、採用されました。やった、じゃあ最大寺と東大寺言いましょうか。西と東があるのね、最大寺、東大寺、ね、でも最大寺はなんか5文字で説明できるんですか便利だねとかですか最大寺、便利やな。だってどこでも行ける、京都も行けるし、大阪も行けるし、橿原も行けるし、ね、もう奈良は不便やね、もう果てやからな、奈良駅は。そうですよね、最大寺ほんまいろんな。っていうか今それ近鉄で話してるやろ。でも奈良県民って言ったらもう近鉄が基本、近鉄やな、うん、西九条って、また西九条出たけど、え、西九条あ、西九条、西九条は大阪じゃん、え、奈良は、奈良は西九条って、東九条と西九条だね。あかんな、それちょっともう分からへんぐらい。今度案内するわ、はい、奈良にはね、東九条と西九条っていうのがあるんですよ。そうか、天月寺も出ました。これね、ちょっとごめんなさい、あの、もう無理です、無理無理無理、もうこんだけも入れません。いやいや、あの、とにかく意見はどんどんこう入れたらいいんですよ。西九条なら違うでしょ、西九条でしょ。西九条はあっちでしょ、あの、JR の環状線ちゃうかったっけ。え、西九条、西九条ってあるんじゃないですか。うそ、うそ、俺ら西九条って言うからな。いや、僕西九条がだから分からない。間違えてたら俺恥ずかしくやめとこういや、郡山の横、西九条、西九条って言うから。ちょっと調べたんで、まあまあまあ調べるんでええよ別に。まあ分からんもん。またマイナーなとこがポン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 出てきます。意見をどんどんちょっと今日はじゃあ入れて、うん、今日まあブレインストーミングみたいなもん。これね、あのツールとしては LINE とかで入ってきてるんだけど、はい、よかったらこの Dears ならね、パソコンで見てはる人は、そうね、Twitter があるんですよね。みんな他の人も見れるわけね。他の人も見れるんで、もしよかったらですよ、よかったらね、まあ LINE 便利ですからね。いや、あの、じゃあその何です、 Dears Rock の LINE のアカウント作ってもいいですけどねアカウントね、ディアーズロックの公式の LINE アカウントを作ってもうて、うん、それでもうやり取りするみたいなね。よし、いっぱい出てきた。九条も出てきたね、九条。九条は、まあ、それ言ったら別にあの路線図見て選んだらいいだけなんで、だからあんまり駅で締めてもまあ仕方ないですよね。だから一応は全国から聞いてもまあ分かる程度の有名なものをどんどん入れたいですよね。だから金魚っていうのは全国で有名なんやったらまあありかもしれないですよね、うん。でも金魚生産も今負けてるみたいで、郡山。あれ今はあの愛知県の弥富の方が断然上みたいで。じゃあ金魚やめよう金魚やめ、いやいや、あえてそれはもう金魚行こう、細金魚推しで。じゃあ負けてるね、負けたらあかんねんだからなんでネガティブ、郡山の金魚さっきの大和川と同じくだりやそれは。ね、金魚採用ね、金魚採用、ね、あとは微妙だねとか、微妙だねって
全部微妙だねしょうか微妙だね最大事とか全部微妙だねネガティブすぎますよ。あの奈良の人がネガティブってバレてしまうこの曲で、ね、ネガティブな人は多いかもしれないけど、あとあのピアノのピアノを持ってる人が結構奈良県民多いらしい。ピアノ、ピアノ、なるほどね、家にピアノがあるっていうのが結構多いらしいですよね、はい、でもそういうあのなんか奈良は実はこうなんだよっていう事実を言うっていうのもいいかもしれないですね。うん、なんかだからあの貯蓄率ナンバーワンです。あ、それもよう聞いたことあるあのなんと貯蓄率ナンバーワンやから、ケチだねとかケチなんでそれをあの悪い方向へもというか貯蓄率ナンバーワンうーん、そんなんしたら奈良県のね、はい、あの人が、ね、なんかあんまりいい人いてないっていうのがバレマンで、まあやばい、ほんまになんかどうしてこうネガティブなことばっかり出てくるんですよね、うん、ダメですよこれ、ダメな傾向、ダメやね。なんかねこう、はい、テーマ絞らんと、はいはいはい、あの1時2分ですマジでもうおお時間過ぎてるけど延長しようかなんか、まあ、盛り上がってきた。あの意見がいろいろ出たんで、うん、まあ、一応メモってますんで、あの一応この番組ね、はい、12時から1時までの番組なんですけど、はい、全然後ろも積んでないんで、はい、延長しようと思ったらいつでも延長してるんですね。まあでもこれあの取り留めがないので、うん、まあ、こういう感じで、まあまあ、ちょっと意見が出たんで、これをまあ来週までにある程度整理して、うんうん、もうできそうであったら一部まあ歌詞も出来上がっててもいいし、そうですね、この意見を来週はまあ提示して、それでまあ詩を作っていくっていう感じでもいいですし、うん、ただねやっぱ奈良っていう漠然としてるのでテーマが、はいはい、もういろいろ集まってしまってまとまらへんと思うねんな、はい、いやでもそれからあの、そこをもうちょっとテーマ絞っていこうかなと思うけど、じゃあその例えば場所とかですか。場所だけにしてもうなんか面白くないし、いやだから別に絞らなくていいと思いますよ。奈良はピアノ保有率日本一らしいです、うん、っていう意見が今来た来た僕のにもでしょ。そうなんや、あピアノってだからそういうことか。ちょっと待って、もうなんかあの曲作りよりも歌詞作りの方が楽しいな。ねえ、ね、これもうあの、ね、年内ずっと時間かけてやろうか。いやそれこれ曲も置いとこやもう犬井さん頼もうや、あの犬井さんあのあそこに住んではるあの犬井さんそレコーディングまでしてくれはるやん。あそこに住んではるって個人情報だからあそこに言うたらどこにするねえ、はい、ことこと犬井くんに頼もう、はい、いやいやこれはこれで面白いですけどね。いやいいんですよ、こどんどん出て、うん、でこの中から面白いのを選別したらいいじゃないですか。そうやね、全然ありやと思いますよ。 OK、 じゃあ宿題、はい、キーワードを1人50個集めて、はい、50個多いで結構もちろんだから50個ずつ持ち寄ったら被る部分もあるけど、今十分出たし、ほんでいろいろ出てる。でもそれ出てるやつも含めて50個、はいはい、宿題。いや50個多すぎて、俺仕事中も必死で考えて書いてるから20個でしょ。20個足りひんと思う。50個ぐらい出してそこでもうこれはっていうのがやっぱり50個10個ぐらいに絞られるわけじゃん、はい、50個宿題、50個なんてすぐ出てくるよ。奈良のなんか単語ルシャナ仏とかさ、はい、ルシャナ仏ルシャナ仏とか、はい、ルシャナって仏なんですか。あれ大仏って言うけどルシャナ仏っていう名前だし、はい、どこの仏ですか。あの大仏さん、あれ大仏さんの本名はルシャナ仏。あ、そうなんや。ルシャナ仏知らんかった。違うけどルシャナ仏です。奈良の大仏が。奈良の大仏ルシャナ。奈良の大仏本名ルシャナ仏。そうね。あとさ、あの歴史上の人物も出してこようよ。歴史上の人物ね、はい、奈良 の、 この有名な、ね、聖徳太子とか、はいはい、聖徳太子 ね、 ね、あとは何有名な人結構奈良で歴史上の人物 ね、 ね、佐藤蛾次郎とかどう。蛾次郎出せや、蛾次郎絶対いいって、佐藤蛾次郎ってあの寅さん出てくる、あの、いや知ってますよ、あの人奈良の人やで、確か。あ、そうなんや。いやでも有名人やから奈良のあの人ヘグリーやったと思う。奈良の人他にもいろいろいますよ。あ、ね、あれやん、友達いてるやん、野球選手関本健太郎。うん、関本健太郎行こう関本それほんまにあのちょっと
収集がつかなくなりましたね。え、赤塚不二夫も奈良なん？そうなん？それ知らんかったな。ちょっと、マジで。赤塚不二夫。まあ、そういうなんか意外な人を、まあ、それめっちゃビッグや。一人ぐらい入れるのっていうのは思うかもしれないですね。うん、まさかの人が、こう、実は奈良っていうのを C にするの、うんうんうん、一部、一個どっか入れるの面白いかもしれないですね。それいいですね。赤塚不二夫は。ちょっとそれビッグやな。ビッグすぎてビビるわ。いつまで41歳なんか分からへんけどな、バカボンのパパ。なるほど。有名人を。41歳の春だからや。うまいね。そういうこと。それぐらい有名人のなんか入れるっていうのも面白い。っていうことで。わかりました。じゃあこれ、そういう感じで。だからメロディーはそんでいけてる、まあ、入ってるよな。A メロ、B メロ、まあねはい、サビも入ってたっけ。アカシアさんはね、アカシアさんはもちろんね、アカシアさんはでも有名なんですよ。有名やけどね。でしかも本人あんまり奈良っていうこと言いたくない、言いたくないみたいね、本人はね。そうなんですよ。奈良を隠すからね、あの人、うん、で実際にあのプロフィール メーカーみたいな、芸能人のプロフィールメーカーみたいなの見ると、あの兵庫県とか書いてるんですよ。そうなん、生まれはなんでそんな奈良じゃないとかやってる。ああ、の奈良のこと書いてないやつ。音楽アーティストで言うと今何してんのか知らんけど、青山テルマとかね。はいはい、青山テルマって三木道山っていう人もいたやん。はいはい、力道山ちゃうで。三木道山、三木道山レゲエの、レゲエっぽい、うん、あのな有名な曲を歌ってますね。俺はあれ好きちゃうねんけど、はい、まあ僕もあんま好きちゃうけど。ちょっとちょっと苦手な。いや、わかりますよ。メタル好きとか言ってるのもレゲエとか聞かないですよね。あの人もね、奈良の人みたいな。なんて歌でしたっけ、あの人歌ってた。何やったっけ、なんとかなんとかや。忘れた。そうやねー。それはあれや。それはあれや。あの、イースト、イーストエンドユリ。ユリか。ユリか。とかや。なんやねん、その古い。何歳や、君。一生ルル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 って何やったっけ、何やったっけ、気持ち悪い。ちょっと誰か、ね、誰か、あの三木道山のあの有名な歌、一生俺を愛してくれやとか言う、一生長東大寺って言うの。ちょっとファクトです。そんな奈良のことは歌ってないけど、まあまあど、まあいいわ、そんなことは。うーん、でそういう感じで奈良のあの全国の人から聞いても分かるような面白いこととか、あの知ってることとか、まあちょっと意外なこととか、 ね、そういうのいろいろまあ集めてで C にするっていうのでいいんじゃないですか。はい、うんうん、これ結構早できそうな気がしてきた。歌詞からいこうね。歌詞を完全に作った方が、いやほんま今日ね意見くれはった人は、うん、ほんまありがとうございます。だいぶそっちも来てるみたい。よし、そうですね。ということで、ということで来週はその C を歌詞作りちゃんとあの固めていくと、うん、ね、今日はまあこう意見を出し合う感じで終わりました、うん、でもっともっと考えて単語を集めて、うん、やりましょう。やりましょう。今日曲作りは直すですね。曲はどんな感じか、もう一回最後に聞いてみますか。最後じゃあ一回また聞きましょうか。一回通して。ボーカルのメロディーが一応ある状態なんで。おいやー、これね、聞いてたらほんまめっちゃすごまん。すごまん？すごまん。すごまんってなんですか？すごまん、これ。
いい曲っすよね。スゴマン。スゴマンってなんすか。何何その表現。いいって言ってるんですよね。流行らそう。スゴマン。わからんわからん。それはプラスの意味ですよね。プラス。すごい。すごいですね。うん、よかったグレートっていう。グレートっていうやつね。よかったよかった。気に入らんのかな。ということで。あんたの曲やみたいな感じですかね。何やったっけ。いや、行きましょう、これで。だからこれなんか今聞いてたサビのところさ、はい、ボーカルメロディー入ってなかったんじゃん。あ、最後はね、ちょっとまあそれコピーしてないだけで、まあ別にそれはもう分かるでしょ。最初のやつが入ってる。あ、最初のやつ。あえてここ入れてしまうとまたバグってまう。いや、できますよ。まあ今ちょっと間に合ってないだけで。OK。だから一番のサビも最初のサビのところと同じように。ダダラダダ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 ね。考えよう。番組終わりましょうか。終わりましょう。もうそろそろね。僕もね、昨日どうやら富山さんの集中力が効いてきたみたいな。昨日の朝3時からずっと起きてるんで、だいぶもうね、しんどい。ほんまは早く帰りたかったけど、こんな盛り上がるとは。もう1時になったらもう切り上げて帰ろうかなと思ってた。さっきなんか延長とか、いやいや、自分で言ってたし。いや、結構ね、いろんな意見出て楽しくなってきたんでね、これも。富山さんがどうやらそろそろスゴマンみたいなんで。使うねほんまにもう。相方まで使うようになったよ。終わりましょうか。じゃあ、来週は歌詞をちゃんと作っていくということで。はい。はい。またね、時間あったらお付き合いください。よろしくお願いします。それではまた。